チョス。皆さんこんにちは、野球 YouTuber のモコです。今回はビクトリアサマーカップベスト4をかけた戦い、青木製作所スナックス VS あっぱれさんとの試合をお届けしたいと思います。先発はなんと竹虎がやってきました。この試合の前日に僕が YouTube で竹虎が先発したら死ぬ気で打ちますと、そしてショートの順へライナーを打つと僕は宣言しておりました。先頭バッターの山口大輔さん、50m5秒8の俊足を生かすも、ここは竹虎がショートバウンド投げるもファーストの甲田さんが候補し、先頭バッターはアウト。そして2番の川村康介さんの時に竹虎が素晴らしいボールを連発します。非常に竹虎がキレッキレのボールを放ってきており、チーム全体の緊張感が高まったような気がします。そして3番の有賀、ツーアウトからフォアボールで出塁し、いきなり4番の僕に打順が回ってきました。そして竹虎との勝負、打席内でニヤニヤしている猫バス。さあ初球アウトコースへ全力のストレートを投げ込んできております。1年ぶりの対決、そして公式戦の大会での対決ということもあって非常にワクワクしております。そして迎えた2球目、一塁ランナーの有賀が盗塁をしており、セカンドベースへ寄っていた順の元へ公言通りに打球がライナーとはいかず、激渋な内野安打を放つことができました。いやー、それにしても渋すぎる俊足の向こう。そしてバッターは5番の怪力小畑さん、この捉えた打球が惜しくもショートライナーとなり先制とはいかず。さあそして1回の裏、スナグスの守備、先頭は守備猿潤。ピッチャーの有川さんは国際武道大出身ということで武大同士の対決となりました。そしてここはツーシームを打たせてアウトを取ります。さあ打席には2番の徳さん、初球からガンガン振ってきます。こちらもツーシームを打たせて内野ゴロに打ち取ります。そして3番の高見さん、セカンドの川村康介さんがナイスプレーを見せ、こちらも無失点で切り抜けます。2回の表は6番の筋肉マン佐久間からの打順ですが、やや差し込まれている様子。竹虎の球めちゃくちゃ来ています。そしてここで7番のシュガーウィングこと佐藤翼がセンターへナイスバッティングを放ちます。そしてここでセンターの田上さんが軽やかな、あの新庄剛志を彷彿させるようなナイスキャッチをしておりました。そして続く8番の横田の兄貴も空振り三振に打ち取られ、竹虎ナイスピッチング。さあ迎えた裏の守り、相手バッター4番の海星くん、初球からえげつないスイングを放ってきておりまして、ファーストにボール組んだと思っておりましたら、えげつないライナーを右中間へ運ばれるも、しかしライトのフェンスが狭かったため、これはワンベースになります。ここでね、守備がより一層こう引き締まるような思いでした。もうね、あっぱれ打線はもうガンガン振ってきて守備をやっててちょっと怖いんですよね。このようにガンガン振ってくることもあれば、こうやって小技を絡めてくる、こう守備をしていてなんか圧を感じるようなね、まあ、そう思ってたんですが、なんとか平常心でこう全力でね守り抜こうと思っておりました。そして2アウト2塁から このセカンドゴロをあらかじめ1、2塁間よりを守っていた康介さんの素晴らしいポジショニングでピンチを乗り切ります。そして3回の表、チャンスがやってきます。
先頭の佐々木さんがフォアボールで出塁、そして山口大輔さんのこの打球が俊足を生かし内野安打となります。ノーアウト一二塁。さあここで送りバントで送りたいところでしたが、ここはフライを打ち上げてしまいバント失敗。そして3番の有賀が流し打って、ここでワンアウト満塁で僕に打席が回ってきます。神様ありがとうございます。1年前にボコられ、そして野球女子を奪われた積年の恨み、竹虎ここで晴らしてやる。その初球アウトコースビタビタへストライク。竹虎ちょっとお前変化球がよぎったぞ。そして迎えた2球目、これボテボテのゴロをサードの徳さんがホームへ送球、そしてゾエがファーストへ送球し、渾身のヘッドスライディングをする、まさかのホームゲッツー。捉えたと思ったボールがまさかの手元で変化するツーシーム、そして打った瞬間、嘘だろ嘘だと言ってくれ、これはみそぎのヘッドスライディングをするしかない。だけどらチームのみんなに顔向けできない。チャンスを潰した後はピンチがやってきます。これは野球の鉄則というべきでしょうか。ライパチ師匠がデッドボールで出塁、そして竹俣さんが送りバントで送り、ワンアウト二塁。そしてここで守備猿潤が回ってきます。ここをうまく流し打ってワンアウト一三塁のピンチを迎えます。この時の僕の心境はもう俺が先輩だと。3回裏ですけどちょっとメンタルやられてました。しかしここでチームメイトが助けてくれます。ワンアウト一三塁の場面でキレキレのスライダーで三振に抑え2アウト。そしてこのしびれる場面でなんとかピッチャーゴロに抑えピンチをしのぎます。まさに一進一退の攻防。大丈夫だ、まだあと1回打席が回ってくる。皆さん先制点をお願いします。そして5番の怪力小畑さんがレフトへ大飛球を放つも深く守っていた守備に阻まれます。まさに投手戦、これはどんな展開になっていくのか、そわそわしながら守備を守っていました。そう思っていると打球が飛んでくるのが野球です。ここでファーストゴロが僕の元へやってくるも、なんとか落ち着きさばいて3アウトチェンジ。この回も無失点。そして5回表は横田の兄貴がセカンドゴロで打ち取られるも、ここからチャンスメイクをします。佐々木さんが2打席連続フォアボールで出塁、そしてこれ仕掛けます、盗塁を成功させワンアウト二塁。ここで山口大輔さんがライト前へ運びワンアウト一三塁の大チャンスを迎えます。ここは喉から手が出るほど点が欲しい。そして仕掛けます、しかしこれをショートバウンドをゾエがナイスストッピング。ここで三塁がランナーがアウトとなり2アウト二塁となります。そしてこの大チャンスを目をつまれ、この回もスナックス無失点。なんということだ、どんだけ点が入れないんだ、なんだこの展開は。5回の裏は先頭を打ち取るも、またもやライパチ師匠が
2打席連続のデッドボールでワンアウトランナー1塁となります。そして僕の元へえげつない打球が来ます。ここをいつもより長めのファーストミットをチームメイトから借りてたおかげでなんとかジャンピングキャッチをすることができました。そして6回の表、竹虎からピッチャーは精密機械竹俣さんへ交代します。ここで3番の有賀がライト前ヒットを運びチャンスメイク。そして三度僕の元へ打席が回ってきます。消えろ、さっきのホームゲッツーの残像よ、消えてくれ。そして迎えた初球、ここもアウトコースへストラヘトを投げられストライク。正直もうゲッツーはダメだ、なんとか大きいのを打ちたい、そう思って迎えた2球目がこちら。向こうゲッツーロボになる、打たなきゃ、さっきのを取り返さなきゃという思いが体を開かせ、ストライクからボールになるシンカーに手が出て、走りながらも頭はパニック状態。そして振り抜かれる右腕、人生初の1試合2ゲッツー。これにはダンディー坂田もびっくりです。怪力小畑さんも打ち取られ、この回も無失点。穴があったら入りたい、断腸な思いで守備をしておりましたが、もう切り替えるしかありません。さあ、そして先頭の守備猿潤がライトフライでワンアウト。そして続く2番の徳さんに ライト前ヒットを打たれます。単独スチールやエンドラン、送りバントなど様々な作戦が考えられます。3番高見さん、しかしここは強攻策で打ってきて、この打球がセンターの頭を越えてツーベースヒットになり、ワンアウト二三塁の大ピンチをこの6回の裏で迎えます。4番の海星君はフォアボールでワンアウトランナー満塁、外野フライ叩きで1点、しびれる場面。ここを鉄腕の有川さんがショートインフィールドフライに抑え2アウト。あと1人、なんとかしのぎたい。そしてあっぱれの首位打者鉄平さんを迎えます。この最大のピンチも切り抜け、最終回の攻撃へ望みをつなぎます。最終回の先頭バッター、チームの首位打者佐久間も竹松さんのこの鋭いシンカーに見逃し三振に倒れます。しかしここから奇跡を起こします。7番の佐藤翼がフォアボールで出塁、そしてここで代打浜野狩人千葉さんです。ここをきっちり進塁打を放ち2アウト2塁、最終回のチャンスにダイソーで途中出場の横陳が来ます。その初球、ついに最終回にして待望の先制点を奪うことができました。初球から思い切って振っていった
若手の横チン、ナイスバッティング。もう1点追加点が欲しいところでしたが、ここは最少失点で切り抜けられます。勝てる、絶対に勝つ、絶対に勝つんだ。先頭のゾウの打球を向こうがファンブルするも、なんとか紙一重でアウトを取ります。そして迎えた全打席出塁中のライパチ師匠が、この打球がライトフェンス直撃となり、ヒットでワンアウト一塁となります。そして竹俣さんが、完全にサヨナラホームランかと思われましたが、高い高いフェンスのおかげでギリギリホームランとはならず、ワンアウトランナー一三塁。なんとかしのぎたいところでしたが、ここは申告敬遠をして満塁策とします。そして勝負は徳さん、理想はゲッツー、あわよくば1点でしのぎたいところ。しびれる場面、どうなる。おお、このえげつない打球を僕はガタガタ震えながら見守ってました。次の1球で勝負が決まります。完全に詰まらせて打ち取ったと思った打球が、振り抜いていた分サードの後方へ落ちて、セカンドランナー竹俣さんが好判断で生還し、まさかのサヨナラ負けを喫しました。高校野球最後の夏を思い出させるかのような、このようなしびれる素晴らしい試合をできたことを嬉しく思います。あっぱれの皆さん、本当にありがとうございました。